アルベルト・アインシュタインが亡くなったのは1955年で、もし彼がさらに10年生きていたとしても、科学界や世界にどのような影響を及ぼしたかは、多くの要因に依存するため、一概には言えませんが、いくつかの推測は可能です。タイムトラベル・アインシュタインの相対性理論に基づいて、彼自身が時間旅行の理論を証明し、さらには実践することができたかもしれません。彼は過去や未来を訪れて、その経験から新たな物理学の洞察を得て、現代の科学に革命を起こす可能性があります。異次元の探索、彼の理論が多次元宇宙の存在を示唆していたため、もしそれが現実のものとなれば、異次元との接触や交流が可能になるかもしれません。アインシュタインは異次元からの訪問者と対話し、地球とは異なる物理法則を持つ世界の知識をもたらすかもしれません。エネルギー革命、彼の MK2 の式からインスピレーションを受けた新たなクリーンエネルギー源が発見され、それが世界のエネルギー問題を一変させるかもしれません。このエネルギーは無限で、環境に優しく、世界中のエネルギー構造を根元から変える可能性を秘めています。異世界とのコミュニケーション、彼が生きていたら、彼の理論を使って宇宙の異なる領域とコミュニケーションを取る方法を見つけ出し、宇宙の異文明とのファーストコンタクトを実現させるかもしれません。精神世界とのつながり、アインシュタインは科学と宗教の調和について考えていました。彼がより長く生きていたら、物理学と精神的な次元がつながるような新しい理論を提唱していた可能性があります。これらのアイデアは完全に架空のものであり、現実の物理法則には基づいていませんが、アインシュタインのような偉大な思想家がいれば、人々の想像力と想像力をかきたてるに違いありません。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは雑学や都市伝説など周りに話したくなるような動画をテーマに動画更新をしています。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。